原宿に今度 IKEA ができるということで、こっちの原宿店はね、ちょっと健太君と合流です。チャンスだ。これめっちゃいい。さあ、到着しました IKEA 立川店。でかいね。フットパークがね、隣にあるんだよね。いいね。はい、今回はね、原宿に今度 IKEA ができるということで、そっちの原宿店はやっぱまだここまで大きいね、工場みたいな感じじゃないみたいなので、今回この立川の IKEA にやってきました。で、立川の IKEA でこれから新生活とか一人暮らし始める方多いと思うんで、ちょっとね、僕と健太君で使えそうなアイテムを見ていきたいと思います。この動画で IKEA で安くて使えそうなアイテムを紹介したいと思うんで、ぜひ見てください。行きましょう。Hey, Dad. さあ、これまず、IKEA 今更ね、僕もう100回ぐらい来てるんだけど、そんな来てないわ。まあでも何十、10回ぐらい来てるわ。これ上から行くんですよ。まずは上からショールーム。まあ、意外と IKEA 来たことない人多いということで、ちょっと見てみましょう。まずは早速ショールーム見ていきましょう。99円。かわいい。これ何に使えるの？これ定期です。定期。普段使いのカバンにいいんじゃない？ちっちゃいんですか？すごいちっちゃすぎる。はい、目覚まし時計。これ家に僕1個持ってます。かわいい。349円。安い。まずはね、ソファーアームチェア。これめっちゃ長い動画になりそうだわ。まずソファーコーナーから。これ自分たちの一番いいと思うソファー発表しちゃうから探していきます。よろしく。これコスパいいかも。1万2900円。ただあんまりかっこよくはないかな。7990円。ネイビーもかわいい。ケンタ、これハンディアイドルにしか見えない、そのマスクが。結構かっこいい。ビムレ54990円。結構やっぱ高くなると結構質が良さそうなソファーが多いね。いいじゃん、買ってこっかな、家の子供のために。子供いないじゃん。いないね。前これ持ってたポエングっていう16000円。これいいんだけど結構大きくてね、場所取るんだよね。おじいちゃんとかそこが難点。あ、なんかいいね。本読むのとかに良さそう。それが16990円。まあまあ、5000円。ペロ。悪くないですね。ソファもあんだね。10万。やっぱ10万ぐらい、8万。これ悪くない。ストックスンド。結構かっこいいですね。これで8万円ぐらいか。あとはレザーですね。あるけど、コーヒーテーブル3万円。約3万円。結構いい感じです。席みたいなコンクリートか、コンクリートみたいなテーブル7999円。これ使えそうっすね。小さいのと大きいの。これめちゃくちゃ安い。これ使えそうじゃない？これ最終的に買ったので、なんか部屋作りましたみたいな企画だけど、そこまでは僕らはできません。最後ね、俺ら見つけたやつでこの部屋ができましたみたいな。いやでもこれとか2000円でこのサイドテーブルめっちゃ使えそう。サイドテーブルはね、かなり使えそうで3000円ぐらい。2000円もある。これは使えそう、はい。次、本棚リビングシステム収納。これ使ってます僕。レールベリーシェルフユニット1299円。これのね、あ、こっちだ、グレーの2499円のやつを棚として今ここれにプロジェクターを置いたりとか本を並べたりしてます。結構これ使えます。あとはこういう感じですね。1699円、安い、使えそうです。ビリー本棚、これも使えそうですね。5000円か、いいんじゃない。ジャックで安いやつ2000円、これでも悪くないからね。小スペース、部屋が狭い人にはいいね。 IKEA はね、こういう風にショールームっぽく部屋の展示が結構ありながら商品がすごい並んでるんで、すごくねイメージしやすいですね。イームズの椅子っぽいね。これ安い、5000円だよ。ちょっとでもこれイームズのリプロダクト買った方がいいかもな。ちょっとチープかな。でカウンターチェアは意外とこういうとこで買ってもいいかもね、安めで。こいつ椅子はありすぎてなかなか難しいね。いや多いね。椅子買いに来ないとちょっとわかんねえな。で健太がこれでもう彼女できたら IKEA デートできるね。いやもう彼女とルームシェアの妄想しながらねえ IKEA デートおすすめですよ。こんな家に住みたいねとか言いながらあんなことやこんなことまで語り合える、そんな場所ではないんだけど。あ、こっちか。ロースコグワゴン3999円、このワゴンいいね、使えそう。キャスター付きでキッチンとかになんか物を置くときに使えそうですね。これロースコグ散らがってるんだけどさ、適当に座ってよ。まだ料理作ってないから何食べたい？いや、ここ IKEA っす。あ、IKEA か。間違えた。ホワイトにブルーっていいね、シンプルで。この間も使えそう、600円。でも安いからこういうのちょいちょい買いたくなっちゃうんだよね。これそうなんだよ。そうそう、なんで卓球のラケット、卓球のラケットちゃうわ。これ結構ね、ベッドの下とかになんかこう見られちゃいけないもんとか入れてね、これ収納したりするんだよね。何言ってるんですか。IKEA で買ってこっかな、これ安い、うん、欲しいで599円。この三脚も使えそう。でも三脚で3799円。こういうバスケットとかも結構使えそうですね。あとはこれは小物入れ、木の小物入れ。こういうふうに 1K の賃貸とか書いてあるからね、イメージしやすいですね。すぐ出るよ。このねクローゼットのやつ16000円するのか。家で使ってるクローゼットの中のやつのこれ横で引き出せるのいいな。うち縦なんだよね。こっちの方が欲しいわ。これ家の椅子、これなんですよ実は IKEA。1万円、悪くないんですよ。ちょっとキシキシなるのが難点なんだけどね。ビジネス系のデスクとチェアがありますね。うちのデスクもね、ここで買ったんだよね。パソコン置いてるデスクがこれですね。ビルオーサンデスク、14990円。これの足を黒く塗ってて、実はこれなんだよね。自分で黒くなりました、この白いやつを。細かい。これ引き出しもついてるからね、結構便利です。やべえ、プロゲーマーがいる。ミッションコンプリート。感じですね。こういう風にね、この部屋の家具全部で8万円以下っていう風に分かりやすくなってるから分かりやすい。ベッドマットレス。ベッド引き出しあるといいよね、収納できて。でも収納がない。このベッド結構いいよ。おしゃれ。84990円です全部で。一人暮らしだったらこれで3万円だね。いうハンガーを色揃えるとね、クローゼットの中がおしゃれになります。8個で500、600円。安い。今使ってるクローゼットの中のに似てるやつがこれですね。ヨナクセル3999円。こうやってね、引き出しになってるから服の収納で使えます。メッシュになってるからね、こう湿気とかにも強くておすすめです。さあ、動物園の付き合わせ、もう結構これ最後の方まで来たんだよ。何買って帰ろうかな、ぬいぐるみ。だったっけこれ、暗部のお面作れる。暗部のお面作れるね。すげえ、ダーツゲーム。あ、アイスあるよ。アイス食うか。とりあえず休憩しよう。雰囲気ですね。終わりかと思ったらまだね、半分でした。この後に食器、テーブル、キッチン、クッション、カーテン、カーペット、ラグ、寝具、それも長いから省きます。行こう。これ何回か1人来てんだけど、結構1人でね IKEA 来るとでかすぎて寂しくなる。この500円のハンガー8個ピースは木のやついいですね。使えそうです。80円くらい、79円、安い。木のボールとか結構使えそうだけど、これは3000円ぐらいですね。あ、こういうのとかなんかまな板で使ったら洒落てんじゃん。このまま出せそうっすよ。でかすぎだな、ちょっと。1499円、悪くないですね。あ、これまな板にしたら1000円、使えそうです。って結構高いんだけど、これ199円。無印だと1000円ぐらいするんだよね。面白いですね。これ買ってこうかな。これ買ってこう。サングラスとかコップも売ってるんでね、 IKEA で買うのもありですね。安いし。ベルイはこの辺。鍋系は意外にニトリでもいいんだよね。安っ。これ3つで1299円。いいかもこれ。1回買ったことある。キッチンクロス400円、安い。これ食器洗うスポンジでいいですね。これで129円。これ買ってこう。クッション、カーテン、ブラインドコーナーです。ちょっと夏場とかに良さそう。カーテン、カーテンも意外とね、どこで買ったらいいか難しいんでね。ラグコーナー、意外に割といいのがありますね。この19,990円、いいですね。高めだけど。これで一番安いのは8,000円ぐらいかな。ラグって意外と高いんだよね。いいけど、8,000円でストエンセ。この濃い黒っぽいグレーがいいかもね。使えそうです。使えそうです。風呂場の椅子999円。ゴミ箱コーナー、この網のやつを洗濯物入れとかにしたらおしゃれかもね。何それ似合うじゃんこれを洗濯物入れとかカゴに物を入れるのにいい感じですね。これで1299円。そんな声でしたっけこれは物を入れるケースで使えます。500円ぐらい、800円。ブルーがいいな。クッキース999円です。ここにね、パンツとか入れたらいいよね。下着とか。どこで買ったらいいか分かんないもんね。めっちゃ種類多い。1499円。結構照明もね、おしゃれなんだけど、安いし。この辺のライトは使えそうだし、これが1499円。これとかは1799円。このガラスのライトはこれね、欲しかったんだよな。これだったら僕はこのガラスのシリーズがおすすめですね。ヤーコブスピン2499円。いいね。前回の表紙はこれ。もう計結構すれば16990円。1枚開くの。すげえ。開いてみてよ。うわ。かっけえ。なんかあれみたい。トランスフォーマー。これがね。こうなっちゃう。かっこいい。4999円。ちょっと和風なテイストです。いいじゃん、目覚まし時計。599円。終了です。っていう感じですね。IKEA ツアー。結構いいのはね、あったかな、みんな。たくさんありました。けど何買ったの？時計です。おお。これだけかい。まあ僕も結構ね買ったんだよね今回。はい。これはねこの3点。スプーンと箸と食器洗うスポンジです。え？でかいのは結構あるからね。意外とこういう小物類安いからおすすめです。でかい家具は数字を控えといて、この最後の倉庫で見つけて持っていくっていうシステムです。これはすごいよね。そう、まあ、よくここでなんかこうインスタとか上げてる子いるよね、こういう人。あれここだね。まあ、最後にもこうやって結構一押しアイテムというか推してるアイテムは最後にここに推してるアイテムはまたねあるっていう、こんな感じでございます。なんだけどね、このクローゼットの中にいるセルフ5499円で、これはメッシュになってるのってあんまりなくて、無印とかだと普通のケースしかないから、この中に服入れると蒸れないで、湿気が強い時期ってかびちゃったりする場合あるんだけど、結構これおすすめです。この辺も使えそうです。ビエルボシェルフユニット6999円。ちょっとインダストリアル系のおしゃれな感じですね。値段はちょっとするかな、他のに比べると。最後のところがすごい。カラックスシェルフユニット4999円。あ、これがさっきのフレームのちょっと安い版ですね。これもいいと思います。2999円なんでね、こういう風にメッシュ素材になってるから取り出しやすいですね。これ洗濯機用の棚にいいね。これで2999円。あとはスタンドミラーフラークナー2999円。ラックコーヒーテーブル2999円。この辺はめっちゃ安いやつですね。ウェルボ6999円。この無印とかにもありそうな引き出しユニット、服の収納のは1499円。クルッパ。はい、健太くんはこれをね買いたいのかな。これ私これ買おうかな。2000円なんです。ブローハイソフトトイ1999円。安いのかわかんない。この椅子もいいね。これ一通り見てきたけど、結構最後のとこだけでも割といい感じだね。まあでも押してないやつわかんないから、最初でいいのあったらちゃんとメモってこないと後から分かんなくなっちゃうから、見てる時にちゃんとメモるのをおすすめします。ホットドッグとアイスが80円と50円。安っ。あれ食べて帰ろう。あ、こっちのラックもいいな。簡単なテレビラックだったらこのラックが1999円なんで、白と黒ですね。いい感じ。ここでもう売りにかかってきてるような。でアウトレット品もあって、最後のほんと出口のとこにちょっと B 級品とかのアウトレットが安くなってるんで、あそこを見ると意外にいいのがあるかもしれません。あ、これも使えそう。シューズラック399円。これ意外と玄関ってなんかかさばるから、これはちょっと安くなってます。安い。 50% オフ。全然いい感じだからね。直角です。安い。ライトもこれ3499円が2499円。アウトレットのところだと 69,988 円が 47,999 円。このソファー悪くないな。これ99円で売ってるんだけど、これなんか引っ越しとかね、荷物運ぶ用にあると結構便利なんだよね。1個買ってこう。さあ今日のね、今日ちょっと家具買いすぎたから結構いくらになっちゃうか怖かったんだけどね、全部で1652円。いやー結構いいのあったね。うん、一人暮らしこれからする健太君にはね、なんか結構参考になったんじゃないかな。僕一人暮らし3年目です。あ、もう3年目か。まあでも初めて IKEA に来たということで、意外と面白い。結構家具買ったね今日は。家具1個もないですけど時計と箸とスプーンとね、スポンジ。いやちょっと買いすぎたなあとはね、ここのホットドッグとソフトクリーム。俺バナナにしようかな。ブラックソフトクリームってあれ何？黒ごま？ごまってかそれ。じゃあソフトクリーム安いから、ソフトクリームはい100個アイス食って帰ります。バナナアイス二度と言えないじゃん。ベジロックすごいどす黒い。なんかセブンアップとかあったらいいんだけどコーラしか。キンキンカンコンカンキンキンコンで乾杯です。めちゃくちゃ適当じゃないですか。うまいかどうかっつったらうまくはないな。トッピングのオニオンが一番美味しいパンがちょっとパサついてる。はい、ということでお疲れ様でした。本日は IKEA ツアー、これからね、一人暮らしする人や部屋をおしゃれにしたいという人はぜひね、参考にしてみてください。 IKEA のアイテムは結構価格も抑えめで、まあ、これから新しくインテリア揃えていきたいというにはね、とてもうってつけのお店だと思います。今日の動画を参考にして、ぜひね、おしゃれな部屋作りに役立ててみてください。今日の動画面白かった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。動画の方も、全部読ませていただいておりますので、どしどしお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。あり